の姿は。貸してあげるわ。私バカは嫌いだから。仮の名としてクレルと名乗りなさい。それともベアトがいい？感謝します。みすぼらしい姿を晒さずに済みます。それが異なる世界の私の物語なのですか？リオン、これが異なる世界のあなたにして我の物語。私が人間としてでなく魔女として生きる世界の物語。私も自分の人生にもしも想像することがあります。しかしあなたの話す物語は私の想像を超えすぎている。それでももう一人のお前の辿った人生だ。だからって容易に受け入れられるものではありません。いくら異なる世界とはいえ、私が家族や親族を、使用人の人たちみんなを巻き込んで恐ろしい事件の首謀者になる。それに私はどう向き合えばいいというのです？黙って聞いて静かに理解しろ。別の人生では私が使用人をしていて、かと思えばいつの間にか魔女になっていて、そしてやがては恐ろしい殺人事件を何度も繰り返す。それをどう理解しろと言うんです？ああ、そうだろうな。誰にも理解はできねえだろうよ。こいつももはや誰にも理解してもらえるとは思ってねえ。だからお前なんだ。だからベルンカステルはお前とこいつ、出会うはずのない自分同士をこうして出会わせたんだ。別に深い意味はないわ。単なる気まぐれよ。誰にも理解できない動機だから、リオン、せめてお前だけは理解しろ。この物語の主役は俺じゃない、お前だ。俺はお前の理解を助けるための介助役に過ぎねえ。ミルは犯人の動機を理解したと言いましたね。ああ、それは私が家族を、親族を、みんなを殺すに足る納得できる動機なんですか？さあな、それを考えるのは自分だ。俺が納得してもお前が納得するわけじゃねえ。お前の納得はお前がするんだ。私には何が何だか本当にわからないんです。ベアトリーチャが起こしたといういくつものゲーム版という名の事件を見ました。そして今もう一人の私が語る異なる人生についても聞いています。でも全然それと事件がつながらない。理解ができない。私もこの時、やがてそのような恐ろしい事件を引き起こすことになるなど想像することもできませんでした。いえ、仮に想像し得たとしても私にあのような事件を起こす力はありませんでした。だろうな。お前の不幸は多分碑文の謎を解いたことだろうな。え、あのおじい様が出題したという隠し黄金の碑文ですか？事件ごとに異なる共犯者を得るシステム。導き出される推理は、犯人が莫大な金を持っていたという可能性、そして全てを黄金鏡に招き全ての恋を成就させるもう一つのシステム。動機だけでなく、そこまでをお察しでしたか？それこそが第四のゲームの最後の謎の答えだ。お前の最大の不幸は碑文を解き、本当の意味で黄金の魔女として復活し、その魔力を得てしまったことだ。
今となっては。あれはやはり不幸なことだったのでしょうか。わかりません。しかし、1986年にバトラさんが帰ってくるという事実が変わらぬ限り、何かの悲劇は起こったでしょう。そうだな。バトラが帰ってくるのが1年早いか遅いかだったら、事件は起こらなかったかもしれねえ。バトラ君が1年早いか遅いかだったらとは、運命とは本当に皮肉なものですね。私に魔女の人生を歩ませ、碑文を解くことで本当の魔女となり、そして6年を経て彼の帰りを知る。それらすべてが運命ならば、これは私にとって必然であり、逃れられなかった事件なのです。バトラは1980年、母アスムの死と父ルドルフの早すぎる再婚に憤慨して後宮家を飛び出した。そして6年間後宮家を離れた。その不運がお前に事件の動機を生む。思いました。どうして6年も経て今さら帰ってくるのかと。そうだな。いっそ永遠に帰ってこない方がお前には良かったのかもしれない。もちろん苦しみは続いていたでしょう。しかし大量殺人という許されざる犯罪に手を染めずには済んだかもしれません。バトラ君が後宮家を去り、それがどんな動機になるというんですか。逆だな。逆？バトラが去ったから事件が起こるんじゃない。バトラが帰ってきたから事件が起こるんだ。こうして考えれば考えるほどに、後宮バトラ、なんと憎らしい男か。何より憎らしいのは、彼は自分のせいで事件が起こることに最後まで何の自覚もなかったこと。最後には思い出した。ただし、お前が諦めて消えたよりずっと後のことだがな。それが本当なら私の心も少しは救われるのですが、私には未だにあなたたちが何の話をしているのかわかりません。ですが逃げずに聞こうと思います。知ろうと思います。一体あなたに何があって事件を決意するというのですか。そうだ、それが一番大事なんだ。後宮バトラが推理小説に対し、お間ニットを尊んだように、黄金の魔女の物語もゲームも謎も全てそこに秘められている。では引き続き語りましょう。1980年、私が事件を決意する6年前から。第6章、試される日。バトラ様が後宮家の席を出られた。旦那様とルドルフ様がそう話してるのよ。もうびっくり。お前の人生にも、そして家庭にも、私は何も文句を言うつもりはない。しかし親父殿はカンカンだよ。感動ならまだしも、この方から愛想を尽かして席を出ていくなど聞いたこともない。誰に似たんだか、バトラのやつめ、妙に頑固でな。バトラ君の気持ちがわからないのであれば、父親としての資格を疑われるかと思いますよ。
よしたまえ、キリエさんの子供をしっかり育てたいという責任をルドルフなりに示したということだろう。それが来年だったなら何も言うことはありません。しかし、どうして今年なのですか？桃を開けないうちから解任の時期を考えるとルドルフさんを見下さざるを得ません。まあそういじめないでくれ。これが俺なりのけじめの取り方なんだ。バトラ君が亡くなられたアスムさんに代わってあなたに抗議されている気持ち、本当によくわかります。もしここにいたなら一緒に肩を抱いて泣いてあげたい気持ちですよ。なんだよそれ、このクソ親父。じゃあつまりあんたはずっと母さんを裏切ってたわけじゃねえかよ。そりゃ俺だってキリエ様知ってるさ。あんたのビジネスパートナーでいつも事業の相談に乗ってくれる頼れる友人だって聞かされてたさ。それが男女の仲だったなんて今さら言われたって知ったことかよ。母さんが死んだ後なら勝手さ。俺だってあんたの人生だ、好きにしろと言ってるさ。でもな、キリエさんの解任はいつだよ。まだ母さんは生きてるじゃないか。ああ、やっとわかったぜ。なんで俺はあんたにこんなにも吐き気を感じるのかってな。あんた、母さんがここで死んでくれて嬉しかったの。そうなんだろう。もし母さんが生きてたら、不倫のことや子供のことでどう隠すかで苦労が絶えなかったろうからな。都合よく母さんが死んでくれたから、キリエさんと結婚して新しい子を俺の弟か妹になんてよく言えたもんだぜ。母さんが天国で泣いてる。恥を知れ、恥を知れよ。俺は恥ずかしいぜ。あんたと同じ後宮の姓を名乗ることが恥ずかしくて仕方ねえ。生まれてくる子に罪はねえさ。両親が揃ってなきゃかわいそうだ。せいぜい新しい家族を育んで幸せに育ててやれよ。だがな、俺は許さねえからな。だって母さんはもう憎むこともできる。だから俺が母さんに代わってあんたを憎む、全身全霊をかけてな。あばよクソ親父。もう十分だろう夏日。ルドルフは決してバトラ君に愛情を失ったわけではない。長い時間をかけるだろうが親子の絆を取り戻したいと願っている。父親として当然です。赤の他人ならいざ知れず、自分の血を分けた子供ならばそれが当然の責務です。いいさ、とことん俺を蔑んでくれ。反論はしねえ。それが俺のけじめのつけ方だ。せめて生まれてくる子だけは幸せにしたまえ。生まれてくる子もバトラも俺の子だ。アスムさんが亡くなりキリエさんと席を入れられるのはバトラ君には苦々しいだろうが、生まれてくる子にとって最善だ。私はお前を理解するよ。バトラ君がアスムさんが亡くなって嬉しかっただろうとあなたをなじった気持ちがよくわかります。もうよせ夏日。すでにルドルフはなじるべき人間から十分にそれを受けている。それより紅茶をもらえんかね。厨房の誰かに紅茶を頼んできてくれんかね。わかりました。アスムさんは気の毒だったが、生まれてくる子を考えればこれは偶然のタイミングだったかもしれんね。まるでアスムがそれを知って自分から舞台を降りたかのようだ。俺がアスムを殺したのか。だとしたら俺はいつから殺してたんだろうな。アスムさんを大事に思う気持ちがまだあるなら、何年かけてでもバトラ君と復縁したまえ。ああ、わかってる。そしてキリエさんと生まれてくる子にも等しい愛情を注ぎなさい。アスムさんの十字架を背負いながらね。
もし地獄にもリザーブってやつがあるんなら、特上の席を俺に一つ取っておいてほしいもんだぜ。バトラさんもお気の毒に、いつかきっと仲直りをしてくれると信じていますけど。親族の方々の都合だ。使用人の知るところではない。それよりも新しく白宮家に加わられるキリエ様のお顔を早く覚えねばならんな。それもそうですね。今年の親族会議にはいらっしゃるんですからね。なら、バトラは来ないってことじゃない？そう考えるのが妥当であろうな。賑やかな男が一人かけ、なんとも寂しいものよ。シャノン、シャノン。シャノン、そなたの胸中察するぞ。大丈夫よ。あくまでも親子喧嘩。そして噂話には尾ひれがつくものよ。きっと大げさに伝わってるだけだわ。そうとも、もう二度とバトラがこの島に来ないと決まったわけではない。気を強く持つのだ。噂好きの若い使用人たちが話を好き勝手に膨らませているに違いないぞ。席を抜けたなどと大げさな。きっとただの親子喧嘩に違いないぞ。ありがとう。そうだといいのですが。そうに決まってるわ。男の子だもの。父親と喧嘩の一つくらいするわ。そうとも、そうとも。すぐに頭を冷やして仲直りするに決まっているではないか。男の喧嘩なんて、火付きは良くてもすぐ燃え尽きちゃうものよ。それに比べ